はいどうも皆さんこんにちは、ゆうたです。そしてね、目の前に見えますこの瓦ボトルの入った小林シャッターの中ケースは、僕が前回ね、タランドゥスオーツヤクワガタのメスを投入した産卵セットでございます。セットを組んだのはね、3月6日なんで、今からね、ちょうど20日ぐらい前に組みました。で、まあ、瓦ボトルをね、こうやって入れとくとですね、この中に穴を開けて卵を産みますよっていうのが、僕の作ったね、産卵セットになります。タランドゥスはね、その昔非常に産卵させるのが難しいと言われておりました。で、いろんな方法をね、皆さん試されたんですけど、なかなかたくさん産むことがなかったんですが、まあ、近年ね、こうやって瓦ボトルを入れとくことで、この中にね、たくさん卵を産んでくれるということが分かって、僕もそれに倣ってね、この瓦ボトルの産卵セットを組みました。この産卵セットはね、僕がいつも部屋に入るとね、目につくところに置いてあります。で、ほぼね、毎日のように観察しておりました。で、6日に組んだんで、まあずっとね、そこからなかなかね、穴を開けてくれずにですね、まあ穴開けるの手伝ったりもしたんですけど、なかなか開けずに、たまにね、その中に入って休んでるのかなと思いきや、外に出てきてね、この下にね、ゼリー置いてあるんですけど、ゼリー食べてたりもしました。時にはね、この下にあるね、ピートモスの下にね、潜ってしまって、まあ、乾燥させてるからね、あんまり好みじゃない、好まないとは思うんですけど、そこにね、潜ったりもしてました。一応ね、毎日のように潜ってる日は書いて、で、潜ってなくて餌食べてる日は、そのマスキングテープを剥がしてリセットするっていうのを繰り返してたんですけど、3月の18日ですね。だからちょうど、セット組んでから、12日後か。まあ、ほぼ2週間ぐらい後に、潜ったまんま、今日までね、まだ1回も僕はね、餌を食べてるところ見ておりません。いや、だからね、1週間ね、このボトルの中にずっと入ってるんですよ。このね、タランドゥスオーツヤクワガタのメスは、一回ね、卵を産み始めると、どうもね、その入り口、穴の入り口で他の子がというか、まあ敵がね、入ってこないように見張ってるという習性があるらしくてですね。すなわち、一週間ずーっとここに潜りっぱなしってことは、まあ奥でね、一生懸命卵を産みながら、多分卵をね、ずっと守ってるんですね、これ。かなりね、珍しい行動をする、こう、タランドゥスオーツヤクワガタなんですよ。でね、結構奥にはいるの見えたんですけど、今見えるかな？わ、微妙にお尻が見えるの分かるかな。小林も見える。あ、お尻見えるね。これピント合いましたね。今いますよね、奥にね。これ多分ね、卵産卵した後、まあ、さっきも言ったようにね、敵が来ないようにね、見張ってるんですよ、メスが。すごいよね、ほんとね、すごいです。こんなクワガタいるんだなって感じなんですけど、もうしっかりね、産卵してる証拠なんですね、これが。ということでね、ちょうど1週間前からね、タランドゥスちゃんがね、しっかり産卵に入りましたよという動画でございました。いや、なかなかね、最初ほんと10日ぐらい全然潜ってくれなくて、まあ寿命はそんなに短くないんですよ、タランドゥスはね。なので、まあ気長にね、待ったんですけど、一応ね、先週潜ったまんま一回もね、そこから餌を食べてないようなんで、しっかりね、産卵してくれてるんじゃないかなと思っております。ちょっとね、小林が湧いてんのが気になるんだけど、まあこのままね、そうだな、もう2週間、いや、もう1週間ぐらいしたら、メスをね、ピンセットかなんかで、まあ無理やり、出してですね。で、このボトルはボトルでね、幼虫ちゃんの飼育にそのまま使います。そういうスケジュールでね、この先もね、飼育していこうと思います。まあ一体何匹産んでるかっていうのは、そっからだから、菌糸をね、幼虫がバリバリ食ってくれて、まあ取り出すとこまでは、一体ね、何匹の、幼虫を産んでくれたのか、卵を産んでくれたのかっていうのはわかんないんですけど、まあだからそっから一回メスを取り出して、まあボトルはボトルで、幼虫を飼育すると。で、メスの方はね、そっから一回、まあもう一回追いがけですかね。ペアリングして、まだオス元気なんでね、ペアリングしてから、でまたちょっと休ませてから、また違うボトルにね、こうやって穴開けて、産卵してもらおうかなと思っております。いやー、でも本当すごいよね、お母さん。守ってるらしいんですよ。もう出てこないらしいんですよ。で、僕ね、なかなか記事とか読んでても分かんなくて、そういう意味が。正直、どういうこと、どうやってやってんだろうと思ったんですけど。で、一応ね、ボトル産卵がいいらしくて、っていうのもね、なんか乾燥状態、湿度があんまり高いとね、産まないらしいんですよ、タランドゥスって。だから、菌床産卵セット、要はね、このボトルの中に菌床をバーっとこう回したものに入れても、なかなかね、産んでくれないらしいです。まあ、それもね、ちょっと試してみても面白いかなとは思ったんですが、まあ、またね、増えたら、まあ、来期、まあ、1年後かな、に、また試してみても面白いんじゃないかなと思っております。いや、こうやってね、瓦ボトルを使うことで、まあ、乾燥状態を再現しながらね、
朽ち木を、ここにある状態。で、材だとですね、やっぱり栄養状態が低いので、まあ、なかなかメスを取り出すのも難しいのと、で、まあ、いちいち幼虫ちゃんを取るのはなかなか難しい。あんまり強くないらしいんですね、幼虫自体は。うん、なんで、幼虫はなるべく触らずに、卵の状態で親と話すのが、なかなかポイントみたいですね。この先もね、違うボトルでまた産卵セット組みますし、またペアリングの様子とかもね、2回目のペアリングね、あれ怖いんだよな、タランドスのペアリング。本当に、超乱暴なんですよ。本当超乱暴で僕ちょっと怖いんですけど、まあ、またね、もう2週間、1週間したらね、やっていこうと思います。同時にね、幼虫ちゃんの飼育のね、まあ、記録の方もね、しっかり動画撮っていきますので、ぜひね、気になる方、今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日の動画ね、面白かったよとか、ためになったよって方、ぜひね、評価、グッドボタンの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや、でもすごい、本当にね、本当に出てこなくなるんですね。急にね。